第1会場、Shindo Munen Ryu Kenjutsu. Fukui Hyoemon wa Gen63年, Shimotsuke no kuni ni umare, Ichien Ryu no shi, Nonaka Gon’nai ni tsuite shugyo shi, Kihō, Shinpō, Oi ni tsuite ni tete, Shokoku, Musha Shugyo ni kageki, Shinshu, Togakushi no Iizuna Gongen ni tachiyotte sanrō, Kigan surukoto 50日ni oyobi, ついに剣の勢いを悟り、 京神明治流の桃戸井俊蔵氏から、幕末三賢豪と言われた。門下には江川太郎さん夫妻も、藤田東郷、木戸孝義、品川八郎、秋山洋介、屈正寺安家と曹操家の本格や人物を、 高山学堂によって受け継がれ、現在宗家小川武史先生に継承されています。第2会場は荒木流憲法。荒木流憲法は天正の昔、伊丹城主、荒木の神 源頼朝の武士である荒木文才、源秀直によって戦国時代の実践体験をもとに創始された流派である。そして日本全国に広く流布され、流祖以来連綿として受け継がれた技は伊勢崎藩に定着した。東流は最極の段 を始めとする取り手術を本体としているが、これに専門化しているわけでなく、棒術、剣術、ちぎり木、鎖鎌、長巻き、両軍道等の技術も伝承され、それぞれが絡み合い、異文化のまま受け継がれた、いわゆる総合武術である。三極の段は、
Tochigi no Shinto